はい、皆さんこんにちは、ドクター秋吉です。今回は男性の整形の注意点に関してお話しするので、ぜひ最後までご覧いただいてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まず男性と女性では似合う整形のデザインが異なります。例えば美容師でも男性のヘアスタイルばっかりやってる人、女性のヘアスタイルばっかりやってる人いますよね。美容外科医も一緒で、女性ばっかりやってると男性ばっかりやってる人いますし、美容外科医の癖ってのがあって、その人のご要望通りにやってもその医者がやると似てくるってのがあるんですね。女性らしい顔のデザインが得意な医者、男性らしい顔のデザインが得意な医者っていらっしゃいますから、自分のなりたいデザインっていうのは男性らしい感じだと女性らしい感じだとちゃんと分かった上で整形を受けるようにしましょう。まあ、例えば極端な例ですけど、唇リップの話でくちばし、ここがあったりとか M 字になってるようなふっくらしたリップってのは女性らしい印象になりますよね。対して薄くてあまり一体感ない平坦なリップは男性らしい印象になります。このようにですね、男性と女性では似合うデザインっていうのは異なりますから、男性らしい顔の中に女性のようなデザインのパーツが乗っかっていると違うような印象になっちゃうんですね。なので部分部分を整形するときも自分のお顔に系統に合ったデザインかどうかっていうのをちゃんと確認してからにしましょう。では男性が受ける際に注意が必要な整形の性質に関してご紹介していきます。まず1つ目、お鼻ですね。アップノーズの方が女性的な印象を与えます。対して鼻中隔がしっかりしていて、鼻先が下を向いているようなお鼻、小鼻が広がっているようなしっかりしたお鼻っていうのは男性的な印象を与えます。なので男性的なお顔、骨格のしっかりしたお顔なのにアップノーズで小鼻が引き締まったようなお鼻っていうのは女性らしく見えてしまって、中隔の印象で違和感が出てしまいます。垂れ目っていうのも優しげで可愛らしい印象を与えることができますけど、男性垂れ目にするとジャニーズ系の綺麗な可愛い顔とかであれば似合うかもしれないですけど、まあ、一般的な男性を垂れ目にしちゃうと少し違和感がある整形顔になっちゃうと思うんですね。男性であれば垂れ目をやるときは慎重になった方がいいです。あと気をつけてほしいんですけど、垂れ目なんか僕やらないよって思ってる人いると思うんですよ。ただ垂れ目と知らずに垂れ目を受けちゃうことがあってですね、クリニックによっては目尻切開垂れ目のセットをなんかかっこいい名前、なんちゃらアイズとかなんちゃらトゥインクルみたいな感じでそれらしいかっこいい名前をつけてることがあって、垂れ目って思わずに受けちゃうことって実はあるんですね。なので聞いたことない名前だったらそれは一体何を指してるかっていうのを詳しく確認してからにした方がいいですね。続いて男性が気をつけた方がいい整形として脂肪注入が挙げられます。脂肪注入っていうのは頬のコケとか目の下とかおでことかに入れて顔をふっくらさせる整形なんですね。脂肪注入をするとおでこが丸くなって目の下のクマが取れて頬がコケがなくなってふっくら見えるんですけど、ふっくらしてるとどうしても女性らしさが見えちゃうんですね。男性ってのはちょっとコケてるぐらいの格好かったりするんです。頬がコケてたりとか目の下がちょっとくぼんでたりとか額がゴツゴツしていて眉が出っ張ったりして男性的に見えるわけですね。例えば逆にはバックルハットとかコケちゃった人いらっしゃると思うんですけど、女性の場合はバックルハットで取った方がいい人ってのは少ないんだけども、男性の場合は結構バックルハット取ってもいい感じにこけるんですね。だから男性はこけてる方がかっこいいっていう風潮がありますので、脂肪注入とかそういうふっくらさせる系の施術っていうのはちょっと待ってもいいかもしれないですね。で、男性のお客様が美容整形を受けるときに失敗しないためにどうすればいいか、それはですね、自分がいっぱい整形を受けてる男性の美容医科に行くことです。男性であれば気持ちも分かってくれることが多いですよ。女性にモテたいとかこういうコンプレックスがあるっていうのは男性にしか分からない気持ちもあると思いますし、自分が受けたい施術を受けてるドクターであれば実体験を話してくれますよね。同じ男性の気持ちでこの施術を受けたらどうだったっていうのを教えてくれますから、そういった美容医科を選ぶのがいいと思います。まさに僕ですね。というのは冗談ですけど、実際やっぱりですね、いっぱい整形をしてるのを YouTube とか SNS で公表してると男性のお客様から僕も先生みたいな目をこうなりたいとか言ってもらうことも実は多くて、すごく嬉しいことで光栄には思っています。当院は感染が無料で男性の方も来てもらいやすいような雰囲気ですので、ぜひ一度気軽にお越しください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントフォローよろしくお願いします。またコメント欄で動画への感想や質問をどしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。